昭和17年11月20日、または翌日、トラック諸島に停泊する鳥海。鳥海は、大日本帝国海軍の従順洋艦高尾型従順洋艦の4番艦艦名は、秋田、山形県境の鳥海山に由来する。艦内神社も鳥海山大物意味神社より、分祀された。この名を持つ日本海軍の艦船としては、 マヤ型砲艦の長海に続いて2隻目。なお、艦名は、海上自衛隊の混合型護衛艦の4番艦、長海に受け継がれている。高尾型2隻は、書類上日本で巡航した最後の重巡洋艦として、計画され喪失まで、書類上の変更はなかったであった。一等巡洋艦長海は1928年3月26日に、三菱造船長崎造船所で寄港。 同年4月13日府で鳥海と命名された。同日府で病行型一等巡洋艦に類別される。同年11月7日、日本海軍は病行型と高尾型を分割。鳥海は高尾型一等巡洋艦の4番艦に類別された。1931年4月5日に浸水。1932年6月30日に起草院。 長細がや土のエネロ大佐の指揮下収益する。姉妹艦のマヤと同日府の竣工であった。竣工後の鳥海は艦隊の機関をたびたび務めたが、これは客船建造の経験豊富な三菱が造船を担当したことから、同警官と比べて艦内偽装が良かったためと言われている。同年12月1日には高尾型4隻で第4船隊を編成した。 1933年には第二艦隊機関となり、同年夏の特別大演習に際しては、青軍の全英部隊機関を務めたが、演習中に短波通信が一時不能となったことから、海軍の通信関係者の間では、懲戒事件とも称される問題になった。演習後は、横浜沖で開かれた、観艦式でお召し艦比叡のグブ艦となった。同年末には、 無線設備を一部改装。翌1934年以降も第二艦隊機関を務める。一方、91式校舎装置の設置や機関部の紹介装を実施した。1936年10月に神戸沖で開かれた大演習艦艦式では、再びお召し艦飛衛のグブ艦となった。艦艦式後、鳥海は横須賀に戻る戦艦飛衛とグブ艦2隻を見送った。 その後、改善工事に入り全部マストの短縮や後部マストのデリック乾燥、非式 40mm 単層基準の撤去と93式 13mm4 連装基準の設置といった改装が施された。1937年7月、改善工事を終えたが前後して、日中戦争が勃発したことから第4戦隊は、旅順を拠点にして、公海沿岸での作戦支援に当たった。 1938年春に、高尾、あたが改装工事に入って、戦列を離れた後も、マヤと第四戦隊を組んで、日本本土近海で訓練を行う。その一方、第二艦隊機関として、中国沿岸に進出。同年10月には、連合艦隊主力による G 行動の一環として、アモイに寄港している。鳥海の環境。1939年も、 前年同様、マヤと訓練や大陸方面での作戦に当たっていたが11月に、竣工直後から所属していた第4戦隊を離れ、以後は1940年10月まで、第2図解士間大機間となった日本本土に戻り第4戦隊に復帰した鳥海は、1941年に、後術する改装工事を受ける予定だったが、対外情勢の緊迫等により、 原外電路設置ほか水死準備工事を行うのみとなった。太平洋戦争開戦時の戦時編成では、鳥海は第二艦隊第四戦隊に所属していた。1941年10月18日に南図海艦隊司令長官に進歩された小沢寺三郎中将は10月24日に最後に停泊する菓子に到着した。南方部隊指揮官。 近藤信武中将は、小沢中将は、カシイか陸上基地で指揮すればよいという方針だったが、小沢中将は、指揮機関として、従順洋艦の派遣を要請した。鳥海が、機関として、マレー部隊に編入されて、呉から三河へ向かい、11月27日に、小沢中将は機関を、練習順洋艦、カシイから鳥海へ変更した。12月4日、 マレー半島上陸戦団と護衛部隊が参加から出撃し、それに続いて小沢中条寺機卒のマレー部隊主体も出撃した。12月8日、シンゴラ、コタバルなどへの上陸が行われた。主体はコタバル沖、ついでカモウミサキ南方で行動し、作戦の支援に当たった。12月8日に、戦艦、プリンスオブウェールズ、巡洋戦艦、 レパルスを中心とするイギリス艦隊がシンガポールから出撃し、12月9日に潜水艦、以降第165潜水艦がこれを発見した。小沢中将は周辺の水上部隊を集結させて、イギリス艦隊に野戦を挑もうとした。しかし、南方部隊指揮官、近藤信武中将は翌朝の決戦を機として、マレー部隊に敵の誘致を命じた。 9日夜、作敵に出ていた立甲3機は敵発見を報告したが、同じ頃、鳥海は接近してきた遊軍機と思われるものから釣り降団を投下された。敵と誤認されていると思われたことから、鳥海は我ら鳥海と発行信号を送るも通じず、航空部隊司令部へ釣り降団下にザイルハ鳥海なりと打電。そこから、作敵機に味方上空であることが伝えられ、 ようやく解決した。このような状況下では、敵の誘致は困難と判断し、小沢中将は南方部隊本隊と合流。結局、敵の反転により、水上部隊による攻撃は断念された。後の調査で、両軍艦隊は一時、プリンスオブウェールズの主砲射定権まで接近していたことが明らかになっている。プリンスオブウェールズと レバルスは12月10日のマレー沖海戦で、基地航空隊の攻撃により撃沈された。1942年1月、2月、オランダ領東、インド、ボルネオ島の攻略作戦に参加。2月15日、鳥海偵察機と、龍城偵察機は、ガスパル海峡を北上する戦艦1隻を含む、巡洋艦3隻、駆逐艦8隻のアブダ連合艦隊が北上中と、 報告。小沢中将は、基地航空隊と竜城の関西機で損害を与え、その後に決戦を挑む意志であった。第四航空戦隊司令官、角田各次少将は、竜城航空隊による反復攻撃を実施。未期間期はなかったが、大きな戦果もなかった。基地航空隊の立候部隊も、航空攻撃を行うが、同様に効果はなかった。だが、 ほぼ無傷の連合国軍艦隊も反転し、ジャワ海へ逃走した。小沢中将は、まさか一回の空襲で山を乱して逃げるとは、予想しなかったと回想している。2月17日、駆逐艦綾波が、海藻記載の暗証によって損傷する。小沢中将は、同艦の乱韻作戦参加は、不可能と判断。綾波を、鳥海の護衛艦として残し、軽順由ら 第11駆逐隊、第12駆逐隊、磯波をライン部隊に編入した。2月22日、セントジャックス岬付近で暗礁に触れ損傷。27日、修理のため、シンガポールに到着した。修理後は、スマトラ島入り、アンダマン諸島上陸を支援する。その後、ビルママーグイに寄港した。ジャワ島、スマトラ島、 インドネシア方面格闘の攻略成功後、マレー部隊指揮官小沢中将は、各方面の作戦完了までに、日程的余裕があることから、臨時部隊を編成し、ベンガル湾で、独自の作戦を行う方針を示した。また、ナグモ忠和中将率いるナグ機動部隊の、正論と方面機動作戦実施を知り、山本連合艦隊司令長官や、港部隊指揮官。 第二艦隊司令長官、近藤信武中将の許可を取り、マレー部隊の行動と、南雲機動部隊の作戦を呼応することにした。マレー部隊は5分割され、中央隊、北方隊、南方隊、補給隊、警戒隊という編成になる。4月1日、鳥海を含むマレー部隊機動部隊は、ミャンマーのメルギーから出撃。をとして、通破壊作戦を行し、 中央隊は輸送船8隻、撃沈、8隻大破、地上施設襲撃撃沈、8隻大破という大戦果を収めた。鳥海は4月6日に、米戦ビュ園エンベと英戦ガンジスを沈めた。4月上旬までに、日本軍は当初の攻略目標をすべて占領。4月10日、不連合艦隊第二段階作戦第一期兵力部署発動により、 それまで南遣海艦隊に編入されていたた部隊、艦艇は新たな部隊や認知に転じていった。鳥海、由良、龍城、第三水雷戦隊、第七戦隊はそれぞれ内地へ帰還。4月12日、第一、南遣海艦隊機関は鳥海からカシーに移った。4月22日、横須賀に帰島し、5月には、機銃の追加を行った。 6月1日時点で、第4戦隊は、第1小隊、第2小隊という編成だった。第2小隊は、空母2隻とともに、アリューシャン方面作戦に参加しており、ミッドウェイ作戦には加わっていない。一方の鳥海は5月29日から6月14日まで、ミッドウェイ作戦に攻略部隊本隊として参加した。第4戦隊、第5戦隊、第3戦隊、 第4水雷戦隊、空母随砲、駆逐艦三日月、輸送船4隻という戦力であった。本海戦で空襲を受けた支援隊以外の攻略部隊各艦がアメリカ軍と本格的に交戦することはなかった。7月14日、鳥海や第18戦隊、第7潜水戦隊などからなる第8艦隊が新編された。連合艦隊の兵力部署では、 第8艦隊は第6戦隊とともに外南洋部隊となった。7月16日に三河中将が勝機を掲げた鳥海は7月19日または20日に第9駆逐隊とともに柱島を発しトラック経由でラバウルへ向かった。途中で名ウは第16駆逐隊第1小隊に代わり7月30日にラバウルに到着。 第8艦隊司令部は陸上へと移った。鳥海は空襲回避と訓練を兼ねてニューアイルランドと北端、カビエン港へ開港された。8月7日、アメリカ軍はウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島とフロリダ諸島に来週、ガダルカナル島の戦いが始まった。第6戦隊司令官、後藤存次少将は従順三隻を率いて、 アドミラルティ諸島へ移動する予定だったが、独断で、ラバウルへ開港、ラバウルへ移動した。6戦隊、第2小隊は、当初よりラバウルへ向かっており、天竜、夕張、夕なぎは、ラバウル在白、タ田、夕月、宇月は部内へ移動中である。ラバウル港にて、第八艦隊司令長官三河中将は、町会に座城し、第六戦隊、慶順二隻。 神風が宅地区間9番艦ユ凪、ナギ、計8隻を率いて、ガダルカナル島へ向け出撃する。天竜、ユーバリ、ユナギの参加は、第18戦隊の談判によるものと伝えられている。この8隻は、合同訓練は愚か回転整合すら行っていない、文字通りの、うごの衆だった。このことが、第8艦隊司令部の作戦指導に影響を与えた。 また本海戦に参加した各艦には海軍報道班員が分譲しており、鳥海便場の庭文遊記者は後に海戦記という体験小説を発表した。8月8日ピルマ、第11航空艦隊の立航隊がアメリカ軍輸送船団を攻撃したが、冷戦1.1式陸上攻撃機18を喪失、駆逐艦一隻中破、輸送船一隻大破に対し課題戦果を報じた。 鳥海が受信した戦火は、戦艦1、巡洋艦4、駆逐艦2から4、輸送戦6撃沈であったという。同日夜8月9日、長海医科区艦は、第一次ソロモン海戦に参加。共同で、重巡洋艦4隻を撃沈し、重巡シカゴと駆逐艦、ラルフタルボット、パターソンを撃破した。だが、鳥海もクイーンシー、アストリアの砲撃により、 環境工部や第一砲塔等に被弾し、20センチメートル、砲弾6発、広角砲弾4発が命中するも、貫通弾ばかりで爆発したものはなかった。町会では、戦死34名、戦勝32名を出した。本海戦が一段落した際、町会艦長の早川幹雄大佐は、第8艦隊司令部に対し、引き上げるのですかと質問した。 第8艦隊司令部は、アメリカ軍機動部隊に襲撃されることを警戒して、離脱を決定。仮に輸送船団を攻撃した場合、第8艦隊は、米空母3隻に捕捉され、大打撃を受けたとみられる。ところが8月10日、カビ園に寄討中の第6船隊は、アメリカの潜水艦 S-44 の雷撃により、過去を喪失した。 過去生存者のうち砲術家乗組員の一部は補充要員としてしばらく町会で勤務した。第一次ソロモン海戦における町会の戦訓は断じて行えば寄進もくとアメリカ軍輸送船団を攻撃しなかったことへの憂慮だった。一方のアメリカ軍は兵員の揚陸こそを得たものの物資の半分ほどを積み残したまま退避。 ガダルカナル島とつらぎ島に残されたアメリカ海兵隊員1万6000名は、食料を不足に陥りつつ、路角した日本軍の機材で、小型滑走路を整備した。8月15日、輸送用駆逐艦4隻が航空用燃料、爆弾、基地航空隊員を輸送し、21日に護衛空母、ロングアイランドが急降下爆撃機中に、戦闘機19を、ヘンダーソン基地に送り届ける。 着々と準備を整えるアメリカ軍に対し、日本軍は、ガトーのアメリカ兵を2000名と推定しており、さらに東部ニューギニア攻略作戦に、多数の輸送船と護衛艦,艦艇を投入していたので、ガダルカナル島方面は、小休死状態であった。また、ガトーのアメリカ軍を攻撃しようにも、陸軍第17軍兵力は、 ニューギニア作戦に投入予定なので転用できず、ミッドウェイ作戦のため編成されていた、一木清志自家大佐率いる陸兵3000名を投入することにした。日本軍は、ガダルカナル島奪還のため、まず、カゲロウ型駆逐艦6隻が第一次増援部隊、一木主体約900名を輸送、8月17日に揚陸した。並行して、 第2次増援部隊の輸送船3隻を道東へ向かわせ、護衛を第2水雷船隊が担当していた。作戦支援のため鳥海は影朗型駆逐艦12番艦、磯風を率いてラバウルを出航する。21日、2隻は第6船隊と一時合流。23日夕刻、3隻はショートランド白地に到着、燃料補給後の従順2隻は、 駆逐艦優ナギを率いて出港、磯風は飛行場砲撃のために残地された。8月24日、第二次ソロモン海戦により、空母流城が撃沈され、アメリカ軍機動部隊とヘンダーソン飛行場は依然、健在だった。24から25日、従順4隻は、搭載水上偵察機を発進させ、ガダルカナル島や艦爆撃に向かわせる。だが効果はなかった。 8月25日、ヘンダーソン基地から発進した急降下爆撃機、SBD ドーントレストエスピリットサント島基地から、飛来した B-17 重爆の昼間空襲により、軽巡人数が中破、2隻が沈没した。ガトー近海で行動中の駆逐艦、宇ずも損傷。空母1隻、駆逐艦1隻、輸送船1隻を喪失した上に輸送船団も、 目的地にたどり着けず撃退され、第二次ソロモン海戦は日本軍の敗北で終わった。26日午後3時、2隻はラバウルに到着した。日本軍は制空権確保の重要性を痛感することになった。このようにガダルカナル島をめぐる戦いでは、アメリカ軍が確保する同等ヘンダーソン飛行場が重要な役割を果たした。10月上旬。 日本海軍は飛行場の機能を停止させるため、ラバウル航空隊の空襲と並行して戦艦、重巡洋艦による対地砲撃を計画。まず第一次挺身攻撃隊を投入するが、ノーマン・スコット少将指揮下のアメリカ軍巡洋艦部隊に迎撃され、後藤少将は戦士、機関アオバが大破、二隻が沈没して撃退された。 次に、第二次低侵攻撃隊が10月13日夜半に、飛行情報撃を実施した。その頃、第八艦隊長官三河中将は、鳥海と佐賀島沖海戦から生還した、従順絹笠、駆逐艦2隻を率いて、ショートランド白地から出撃。輸送船団を護衛しつつ、ガダルカナル島へ接近した。14日、深夜、鳥海、 キヌガサは飛行場に対し20センチメートル砲弾752発を発射した。しかし第四水雷戦隊が護衛していた輸送船団6隻は空襲により3隻を喪失した。15日夜にも 従順二隻及び二水戦駆逐艦により飛行場砲撃が行われた。だが、これらの艦砲射撃によっても、ヘンダーソン飛行場の機能を奪うことはできず、連合艦隊は再び戦艦による艦砲射撃と大規模輸送戦団による兵力増強を計画する。11月中旬の第三次ソロモン海戦における懲会は、空襲により若干の損害を受けた。経過は、 以下の通りである。11月11日から12日の第三次ソロモン海戦第一夜戦で日本軍停進艦隊は駆逐艦2隻を喪失し、12日昼間の空襲で戦艦飛衛が沈没、駆逐艦セップル等が損傷した。戦艦霧島によるヘンダーソン飛行場砲撃も実施できなかった。十一月十三日夜、ガダルカナル島に西村部隊が突入し、 従順未隻によるヘンダーソン飛行場砲撃を実施。11月14日ピルマ、第8艦隊は西村部隊と合流して退避中、ニュージョージア諸島南方で SBD ドーオントレス急降下爆撃機の攻撃を受ける。この攻撃隊は空母エンタープライズとヘンダーソン基地航空隊の両方からやってきた。鳥海は監視至近距離と環境運限への至近段により、 若干の損傷を受けた。両艦からは、絹笠沈没、マヤイスズ中派の被害を出した。日本軍のガダルカナル島からの撤退後、鳥海は、第八艦隊の帰関任務を解かれた。1943年2月15日、鳥海は、空母2隻、戦艦2隻、水蒸気母艦日進従順とね駆逐艦部隊と共に、 トラック白地を出港するが悪天候のため航空隊を収容できなかった3隻はトラックへ引き返した。2月20日、鳥海は横須賀へ帰還した。3月上旬、日本陸軍第14飛行団のラバウル進出が決定する。鳥海は駆逐艦4隻と共に3式戦部隊を搭載した空母2隻を護衛して4月4日に横須賀を出発した。 4月8日夜、待ち伏せていたアメリカの潜水艦谷井が大高、沖高に大使計10本の魚雷を発射するが、すべて早バックだったため両艦の被害は緊張だった。谷井は日本空母3隻と報告しており、従順洋艦の鳥海を空母と間違えている。間もなく艦隊は、無事にトラック白地に到着した。同時期、定期人事移動で、三河中将は、 第8艦隊司令長官から退任、サメ島ジュー中将が新長官として着任することになった。5月17日、鳥海は前進部隊に編入された。6月30日、連合軍はカートホイール作戦を発動してレンドバー島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いが始まった。当時の南東方面艦隊はラバウルに第11航空艦隊と 第8艦隊が司令部を置いており、同校に、秋月が宅地区間5番艦新月ほか秋風、夕張り、餅月、さつき、夕なぎが所在、トラック白地に、鳥海、石風、両風、甲風、谷風、浜風、浜風部下に雨切り、初雪、部員に、長月、港月、三日月が分散配備という状況である。同日府で各艦は、 ラバウル進出を加齢され、同地到着以後は、南東方面艦隊の指揮下に入るよう指示された。7月5日深夜、第3水雷戦隊司令官、秋山テルオ少将が指揮する、支援隊、第1次輸送隊、第2次輸送隊は、コロンバンガラ島輸送作戦中に、米軍巡洋艦3隻、駆逐艦4隻と交戦、新月、長月と米経巡ヘレナが沈没し、 新月沈没時に秋山司令官以下第三水雷戦隊司令部は全滅した。そこで新司令官着任までの数日間、懲海艦長の有が工作大佐が増援部隊の臨時指揮官となった。7月7日、南東方面部隊は兵力増強を要請し、連合艦隊は第二水雷戦隊に所属する2隻を南東方面部隊に編入する。続いて、 第7戦隊の従順2隻に出撃準備を命じた。7月9日17時、外南洋部隊指揮官、鮫島中将は、主体、警戒隊、輸送隊を率いて、部員を出撃、コロンバンガラ島へ進出するが米艦隊は出現せず、陸兵戦2 0 0名と、軍需物資の輸送作戦は成功した。7月10日、秋山少将の後任として、伊集院松次大佐が、 第3水雷戦隊司令官として着任し、7月11日には、第7戦隊も、ラバウルへ到着する。新司令部の準備が整うまでの間、第2水雷戦隊司令官、伊崎俊二少将が、増援部隊指揮官となった。7月12日、伊崎少将を率いる増援部隊は再び、コロンバンガラ島への輸送任務に従事するが、アメリカ軍巡洋艦3。 駆逐艦10隻と遭遇。アメリカ側は巡洋艦3隻が大破し、駆逐艦1隻が沈没。日本側は人数が沈没して、伊崎に推薦司令官以下、第二水雷戦隊司令部は全滅した。日本軍は大きな損害を受けたが、それ以上にアメリカ軍に大打撃を与えたと判断し、再び敵水上艦艇の撃滅という作戦の実施を起した。 7月17日の第7戦隊出撃は、部員大規模空襲により初雪沈没、さつき、みなつき、もちづき損傷のため中止となった。7月18日22時、第7戦隊司令官、西村昭治少将を率いる、野戦部隊の従順洋艦3隻、軽巡川内、駆逐艦4隻は、ラバウルを出撃、19日17時20分には輸送隊と、 行動、21時に分離した。だが西村部隊の行動は、不備、カタリナ飛行艇によって捉えられていた。このカタリナは、ブラックキャットと呼ばれる夜間召喚機であり、レーダーで西村部隊を捕捉すると、ガダルカナル島へ通報する。その頃輸送隊は、揚陸に成功したものの西村部隊は、敵艦艇を認めず、クラワン北方で23時に反転する。 月齢は15.5であった。日付変更後の夜間空襲により3隻が損傷した。また、夕暮れが沈没し、救援に向かった、新波も撃沈されたため2隻のほぼ全、乗組員が戦死した。鳥海も来撃されるが被害はなかった。8月5日、ラバウル停泊中の鳥海は、外南洋部隊主体から支援隊に編入された。10日にラバウルを出発し、 トラック白地へ開港。12日、2隻は、空母運用特築艦2隻と共に、内地へ向かった。横須賀期後、21日府で、外南洋部隊支援部隊から除かれた。それに伴い、第8艦隊から第2艦隊、第4戦隊に転出。9月には、機銃、電探の増備を行い南方へ進出した。1943年11月上旬。 鳥海は、ロゴ作戦に交応して、ブーゲンビル島上陸作戦を支援するため、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将が指揮する第二艦隊、重巡洋艦アタゴ、機関、高尾、マヤ、鈴ヤ、西上、地区間、アガノガ竹巡洋艦二番艦の城、駆逐艦四隻からなる艦隊と共に、ラバウルへ進出することになった。月日、トラック白地を出撃、 すると、カビエン北方80海里で、日照丸が空襲により、航行不能となり、二隻は同船救援のため、栗田艦隊から分離した。だが11月5日、第二艦隊は、進出先のラバウルで、アメリカ軍機動部隊による大規模空襲に遭遇する。アタゴ、タカオ、マヤ、西城、チクマ、ノシロ、アガノ、藤波、若月が大将の損害を受け、特に、 マヤの被害は大きかった。南東方面艦隊は、従順部隊のトラック起道を命じ、2隻は11月7日朝にトラック白地へ戻った。1944年1月20日早朝、旧カテカ館イラゴは、駆逐観察機と共に内地へ向けトラック白地を出発するが、アメリカの潜水艦の来撃でイラゴが、ひかみなりした。このため鳥海は、 トラック白地北方の遭難現場へ急行、駆逐艦両風、潮とともに、イラゴを救援して21日トラック白地へ戻った。6月、鳥海はマリアナ沖海戦に参加、10月にはレーテ沖海戦に参加した。第4戦隊の各艦は10月23日にアメリカ潜水艦2隻に襲撃され、高尾型2隻が沈没し、高尾が大破した。この時、 鳥海は高尾型の中で唯一被害を受けなかった。鳥海は第五戦隊の指揮下に入り、高尾は駆逐艦2隻に護衛されて戦場を去った。10月24日、栗田艦隊は航空機部隊の攻撃を受けるも懲海に損害はなかったが、妙高がひかみなりして脱落した。第五戦隊は機関をグ黒に変更し、鳥海と共に進撃した。 他に、戦艦武蔵が沈没し、駆逐艦2隻が救援のため分離した。翌10月25日のサマール沖海戦で、栗田艦隊は、アメリカ艦隊と交戦し、鳥海は、アメリカ護衛空母を攻撃中、右原船隊中央部に被弾した。艦艦に装備した魚雷が誘爆し、火事故障状態となって、戦列を離脱したとされる。この被弾については、護衛空母、 ホワイトプレーンズによるものだと思われる説がある。また異論として、戦士研究家の石丸の利明が、鳥海の被弾を、ハグロの環境で目撃した、元来サム、被弾した鳥海からの通信を、ハグロ電信室で受信した、南里邦広、及び当時の戦艦混合場、組員3人の証言から、混合による誤射だったという説を提唱している。ハグロ戦闘証法では、 8時51分に、超快適主力の集中射撃を受けけうげ中部に、被弾と記録。また、今後はこの時、護衛空母ガンビアウェイを従順部隊と共に、攻撃中であり、8時50分に、空母一隻大火災大爆発を報じ、射撃を中止している。今後、ミハリンはすぐに、鳥海を誤射したことに気づいて環境に報告し、今後、艦長、島崎と夫大佐は同艦を追撃戦から、 脱落させたという。今後が鳥海を誤射したことについて、羽黒では、艦長、副長から厳しい観光令が敷かれたという。石丸は、誤射の原因は、橋本司令官の命令を待たずに突撃した、鳥海の側にあったとしている。その後、鳥海は、米軍艦再起部隊の攻撃を受けた。鳥海は、機関室前方に500ポンド爆弾を被弾、激しい火災を生じたい橋。 速力低下をきたす。そこで、夕雲が駆逐艦区間11番艦藤波が救助を命じられた。上海付近では、カサブランカ級航空母艦19番艦ガンビア米が、北緯11度31分統計126度12分、北緯11.517度統計126.200度、11.517126.200、11. 地点で沈没しており、 海上のガンビア米生存者たちは空襲を受ける巡洋艦と警戒駆逐艦を目撃している。日没後、藤波は懲戒乗組員を収容後、鳥海を来撃処分する。ガンビア米の生存者たちは鳥海の水中爆発と戦場を離脱する藤波を目撃した。ガンビア米の生存者の一人が関東海軍一生会宛に送った手紙の一部によると、 富士並乗組員たちは周囲に漂流していた、ガンビア米生存者たちに気づくと一斉に敬礼をし、立ち去ったという。10月25日夜、第31区畜体沖波は、サマール島沿岸を航行する2隻の艦を認めたが、鳥海、富士波かは不明としている。10月26日昼過ぎ、セミララ島に座礁した遊具モ型17番館早島に、重油補給を行っていた沖波が、 姉妹艦の藤波らしき駆逐艦を発見するが空襲により合沈するのを目撃した。なお10月26日の時点で、影楼型駆逐艦二番艦白の日はまだ沈んでいなかった。アメリカ軍によれば、藤波は10月27日に関西機の空襲で撃沈されている。いずれにせよ鳥海、藤波及び白の日ともに一人の生存者も残らなかった。 同様の事例は、従順地区間と駆逐艦のわけでも見られる。1944年12月20日、鳥海は除籍された。戦後、長崎県佐世保市の旧海軍墓地東公園に、鳥海、藤波連盟の慰霊碑が建立された。鳥海、マヤの近代化改装は、昭和16年度から実施される予定だったが、同年12月の改選のために実施されなかった。これには、 海外情勢の影響のほか先日したように、艦隊機関任務が多く、改装する時間が取れなかったのも一因という説もある。改装内容は、環境の小型化を始めたかを、あたごに準ずるが、後部マストの移設については盛り込まれなかったとされる。あとにマヤは、ラバウル空襲後の戦勝修理を兼ねて、改装を行い、鳥海に対しても、 マヤと同様の改装を計画しず面も準備されたが、改装の機会は得られず、と竣工時の降格砲、魚雷発射艦を装備したままで最後を迎えた。なお、対戦後半にはレーダーを装備していた。艦長たちの軍艦誌109から111ページ、日本海軍誌第9艦第10艦の召喚履歴に基づく。三木大地大佐。 昭和6年4月5日から1931年12月1日、細海母士郎大佐。昭和6年12月1日、細海母士郎大佐。昭和7年6月30日から1932年12月1日、谷本馬太郎大佐。昭和7年12月1日から1933年11月15日、小池志郎大佐。 昭和8年11月15日から1934年11月15日、三河軍一大佐。昭和9年11月15日から1935年11月15日、カスマ厚志大佐。昭和10年11月15日から1936年12月1日、奥本武雄大佐。昭和11年12月1日から1937年7月12日。 古藤尊氏大佐。昭和12年7月12日から1938年11月15日。星名前史郎大佐。昭和13年11月15日から1939年11月1日。高田武雄大佐。昭和14年11月1日から1940年10月19日。渡辺誠七大佐。 昭和15年10月19日から1942年4月25日、早川三清大佐、昭和17年4月25日から1943年3月1日、有馬工作大佐、昭和18年3月1日から1944年6月6日、田中城大佐、昭和19年6月6日から1944年10月25日、戦死。 ありがとうございます。